はい、のぼるいです。本日は、ある企画を持ってきました。スプラトゥーン3はリスポーン地点がないので、もしかしたら、塗り 100% を縄張りバトルで達成できるのではないかと。はい。この企画はスプラトゥーン2でも俺はやったことあるんですけど、なんかリスポーン地点が邪魔でね、100% いかなかったんですよ。でも今回3はもうリスポーンがないから、全体、ステージの全体を塗れるということで、100% 企画を視聴者と協力して頑張っていけたらいいなって思います。よろしくお願いします。なんか合体してね。ゆさと俺、ちょっと合体してるよね。顔は俺。ああ！やめて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 ！はい、よろしくお願いします。アマ美術大学の縄張りバトルを使って、全体的に塗っていこうかなと思うんですけど、一応ね、僕は敵陣地塗ることにしました。この、リスポーンの、なんか誰かやられてる。ちょっと待って、相手チームなんかでやられてるぞ。相手チームはね、敵がいないと、なんかマッチしないので、一緒にゲームできないので、一応入ってきてもらいました。多分、待ってみてくれてると思います。じゃあ 100% 目指していきましょう。100% なんて本当に塗れるんですかね。頑張るけどね。いや、隅から隅まで塗りたいんだけど、一人で塗るってのはちょっと緊張するね。はい、隙間ないように。もう確認して塗るからね。ここら辺大丈夫だね、もう。大丈夫だよね。で、貝殻の上とか。この貝、あー、落ちちゃった。貝殻の上とかさ。ちゃんと、全部、貝殻塗っとかない。ここ塗りポイント多分なるから。大事。よし。隙間をないように塗るとね、几帳面に塗るからね。大変。あ、ヒルさん！もしかして助けに来てくれたのか？うなちゃん、助けに来たぞー。あ。ヒル、待って、ヒルさん、助っ人に来てない。ヒルさん、助っ人来てない。真ん中の方行っちゃった。こっち濡れてないから先塗っちゃおう。いっぱい塗ろう。ほんと塗り残しは気をつけないで 100% 狙ってますからね。全部。ステージの全部俺は塗るんだ。全部塗ろう。あとリスポーン周りだ。ひりおさん！助っ人お願いします！真ん中辺お願いします！ここら辺お願いします！お願いお願い。100% いこう 100%。こっち大事、こっち大事、こっち大事。このチャリのとこ、チャリのとこ、チャリのとこ大事だよ。なんか下の方も入るんだけど。まあ、大丈夫か。あと13秒 !13 秒やばいやばい。あ、こんにちは。やばい、時間ギリ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 。やばいやばい !5!4!3! はい !OKOKOK! ナイス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  !OK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 ! こっち側 OK! あ、すごい！いったんじゃない ?100%! おー、綺麗だ !97! え97? 塗り残しめっちゃあるってこと？はい、2回目。100% 企画2回目やっていきたいと思います。まあ一番最初は、まあふらーってやったので 97.3%。なんか微妙だったね、数字的には。やばいやばい、あと1分、あと1分。時間ない、時間ない、時間ない、時間ない。お願い。お願いお願い。助けに来て、誰か。助けに来て。ひろさん。ひろさん来て、こっち。塗って塗って、助けて。やばい、誰も来ない。まずいぞ。やばいやばい。やばいやばい。やばい、ほんとにやばい。誰か助けて。一人で塗れない。お願い。お願い。お願いお願い。あ、来た来た来た。あ、助っ人来た、助っ人。あ、お願いお願い。お願い、あと15秒しかない。やばいやばい。急いで急いで塗り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 。ありがとうありがとうありがとう。ありがとう。みんな来たみんな来た。スケットナイススケットナイスナイス。よし全部塗った。よし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 。今回はいけるか。塗り残しはないよね。大丈夫だね。97.4。0.1%。こんなに頑張って 0.1% 上がりました。はい、3回目。3回目はね、上からちょっと見ていこうかなと。
待ってみようかなと思います。この4人が塗ってくれるので、俺じゃあここで待機。危ない!落ちる!オッケーイ!ちょっと上からみんなが塗ってるとこ見よう。塗り残しとかないようにさ、探さなきゃいけない。あ、危ない危ない。危ない落ちる!落ちる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 危ない危ない。助けて!危ねえ!普通に外綺麗だな。あ、車来た!しかもちょっとミニカー。ちっちゃくなる車。軽自動車かな?あ、またなんか変な車来た。なんか有線みたいな車来たぞ。ちょっとモルカーみたいじゃない?この車。車ってかタイヤ動いてない。車のタイヤ動いてないよ。あ、ヒルヨさん塗ってる。ヒルヨさん頑張れ頑張れ。頑張って塗ってね。隙間あったら言うから。ヒルヨさん頑張れ。ここ濡れてないぞ。いいぞいいぞいいぞ。ちゃんがうるさくて集中できないんですけど、あっち行ってほしいんですけど。ここ塗り残しあるぞ、ここ。ここいっぱいあるよ。こっちにもある、塗り残し。あ、黄色が残ってる。よし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 。よし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 。あ、ダメだ。いや、ね、ヒレオさん、ヒレオさん、俺倒しちゃダメだよ。さあ、今回感染モードで見ていたんですけど。97.6! お、さっきより上がってる。ちょっとずつ上がってる。これ俺が悪かったってことかな。ちょっとずつ上がってる。はい、4回目。今回はちょっともう一回俺塗ろうかなと思います。最高 97.6% なので、1% でも上げていけたらいいなと思うんですけど、あと 2.4 を、どこで塗れって言われても難しくないかな。塗る場所ないからさ、2.4 もないよね。ここの隙間とか。こういうとこ。ただ、塗れるんだよ、一応。一応塗れるけど、ちゃんと濡れてるかわからないから。はい、頑張りましょう。この隙間とかさ。え、これって塗るの?入らないんだけど、インク。インク入らないよ。あ、隙間。隙間大事になりそう。あー、ちょっとだけ隙間あるね。隙間しっかり塗ろう。あ、塗り残し隙間隙間。みんな助けて。時間ない。みんな助けて。時間がやばい。隙間ばっか塗ってたから、全然濡れてない。やばい。じゃあ僕が助けに来たぞー。イエーイ。いや、ヒルヨさん、助けに来てくれてる。ありがとう。ヒルヨさん、ありがとう。味方、ありがとう。どうなるか。最高 97.6。下がっちゃった。もう5回目らしいんですけど、なんか結構いろんな場所塗ってるのに、これ以上塗る場所ないんだよ。これ以上塗る場所ないからさ、あとどこ塗ればいいんだ一体。視聴者の方、なんか塗り残しがあるってわけでもないんだよな。え、ちょっと、ヒレオさんヒレオさん何やってんの?ヒレオさん!ピンクで塗ら、ピンクじゃねえや。これオレンジだ。オレンジで塗らなきゃいけないのに。お姉ちゃん、僕もお手伝いしたんですけど、どうですかね?ちょっと吸引器、ヒレオさん!お手伝い。ヒルヨさん、ダメ。ヒルヨさん、ちゃんと塗ってんだから。ヒルヨさん、おとなしくして。ちょ、何やだ。あ、ここ塗られてなかったね。今、教えてくれてたのね、隙間を。ありがとう。あ、何?ヒルヨさん、ちょ、何?ヒルヨ!ヒルヨ、ダメ。時間ないんだから、ダメ。本当に、助けてみんな!ヘルプ!助っ人。お手伝いしてるんですけど、なんで?あ、ちょ、俺のリンク座れてる。ねえ、俺のリンク座れてる。危ない!あ!やばい!いやー、よかった、不発弾。水に落ちてった。危ない。不発弾。不発弾だけど、でもこれ時間がないぞ。僕一生懸命やってるんですけどね。ちょっと、足跡つけないで、自分の。ねえ、足跡つけないで。自分の足跡つけないで。ちょっと、やばい。やあ最後、ちょっと点がここについた点が !97.6%! ああダメなんだ。さっきですね、別の企画で、塗らないってやってたんだけど、なんか、最後 0% って出てきたんだよね。で、これ、両チームが 0% で、
塗らなかったらさ、もしかしたらお互い 0% できんじゃないかなと思って。よろしくお願いします。0%。両チームが 0% になる可能性があるので、今から検証していけたらいいなって思います。よろしくお願いします。よし。ヒロさんは何してるんだ？すげえ。見た？今みんな。皆さん、こんにちは。ヒレヨさんチャンネルです。イエーイ。これもやれ。あ、いけた！すごいな、これ。よくここいけたな。待って、そっくり！そっくり、あー、危ない！ダメだよ、ヒロさん。ヒロさん。なんか、モノマネしてるけど、ボム投げ、それ、ダメだよ、こっち側投げたら。こっち側投げたらダメだぞ。やばいやばい、塗ったらダメだからね、これ。ヒロさん、塗らないでね。ダメだよ、ぬっちゃん。聞く。なんで塗っちゃダメなんだよ。なんで首振るんだよ。塗っちゃダメだよ。ねえ、ダメ。ダメ。塗っちゃダメ。ダメ。塗っちゃダメ。よし。日向ぼっこしてよ。みんなで塗らないように、イカ、天日干ししよ。おテント様、ぽかぽか。痛い。踏まないで。痛い。痛い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 。踏まないで、ヒレオさん。痛い。みんなのこと踏まないで。僕はみんなを踏みつぶす。どうした？落ち着きないな。落ち着きないな、ヒレオさん。あ、ちょっと、ヒレオさん！ねえ！ヒレオさん、ダメだよ！もう、なんで攻撃してんの、イカちゃんを。ヒレオさん！ここにボムをね、置く練習をしてるだけです、僕は。0% できない！ダメ！いるよ！いるよ！いるよ！いる、ダメダメダメ！あー、逃げて！あーねえ、これ 0% じゃないよ。ちょっと濡れてる。あ、でも、見て、相手チーム 0% だ。ヒロさん、なんで塗ったの？なんでボム投げちゃったの？なんか憎めない、この顔。でもなんかさっき相手チーム 0% だったから、もしかしたら両チーム塗らなかったら、お互いゼロいけるかもね。ゼロあったもんね、ちゃんとね。あのね、なんかね、うなちゃんを踏むとね、高く飛べるんですよ。せーの、うえー。せーの、うえー。せーの、うえー。めっちゃ飛ぶ。せーの、うえー。あ、もう塗っちゃダメだよ。今回塗っちゃダメだよ、みんな。おとなしく、起立、起立、気をつけ。君たちは今日から僕の家来だ。わかったな。ヒレさんダメ、おとなしくして、おとなしく。ダメ、ボブダメダメダメ。ダメダメダメ。脅されてる。みんな投げちゃうぞって脅されてる。ダメダメダメ。キリッツ。ダメ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 。やめてやめて。ダメダメダメ。よし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 。ゼロパーいけるか？お互いが塗らない。あ？さあ、最後めっちゃ綺麗だよ！いけ！はい、のぼりです。本日はスプラトゥーン3で遊んでいきたいと思うんですけども、皆さん楽しく遊んでいますでしょうか？今回は、スプラトゥーン3で、引き分けは存在するのかってのを確認したいと思いまして、僕を含めて8人の方に集まってもらいました。で、今回ですね、この、マテガイ放水路っていうステージを半分ずつ塗って、引き分けを狙っていきたいと思います。ちなみになんですけど、
スプラトゥーン2の方ですね。前作の方で俺は3回ぐらいかな、もう引き分けを達成しまして、今回まずあるかわからないんですよ、スプラトゥーン3自体に引き分けが。で、まずあるのかってのを、はい、確認していけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、1回目。マテガイ放水路の1回目です。よろしくお願いします。ということで、今回は、引き分けを達成させるために、8人の方に集まってもらいました。まあ、自分入れると7名なんですけど、まあ、塗り残しないように、まあ、几帳面に塗っていきましょう。こういうのはね、A 型の人の方がね、多分、向いてると思うんだよね。ちなみに僕は B 型なので、塗り残しがあったら A 型の方に塗ってもらいましょう。A 型誰だ？ところで A 型誰なんだ？ A 型で分ければよかったかな。でも俺ね、血液型で占いとか考えたことないので、そういうとこよくわかんないんですよね。オッケーオッケー、みんなで仲良く塗ってるね。オッケー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 。せっかくだしさ、俺先真ん中塗りに行こうか。ちょっと真ん中行きましょう。あ、誰か塗ってくれてる。誰だ？ヒリオさんか？ヒリオさん塗ってくれてる。このバルーンを、境界線にして真ん中塗っていこうかなって思ってます。なので、こんな感じ。こんな感じですね。で、今回壁もね、もしかしたらポイントになると思うので、いや、どうなんだろう。マジやったことないかわかんないんだよね。オッケーオッケー、こういうとこ、じゃあちょっと、塗っていきましょう。せっかくなので、ここの壁も。どう？これまず第一候補でよくない？今回壁も塗ろっか。いかがでしょう。第一候補。このバルーンを起点に、間にしよう。どう、ヒデオさん、これ。何やってんだ何やってんだヒデオさん何やってんの。ヒデオさん、引き分けなんだけどさ、このバルーンが今、ど真ん中に置いてあるから、このバルーンを起点にして、あっち側とこっち側で、インクを二つに割って塗ればいいんじゃないかなって思ってるんだよね。よくない意外と。皆さん、こんにちは。ヒデオさんチャンネルです。あ、塗り残しがある。こういうとこね。こういうとこしっかりしていきましょう。塗り残しないか、どうだ。ないですね。意外と、みんな綺麗に塗っている。あ、ここは？これ塗り残しか？塗り残し、あったら、引き分けなんないからな。塗り残し警察が来ちゃうぞ。これで半分ずつだ。あー、ちょっと出ちゃった。あ、何やってんの、何やってんの、ちょっと出ちゃった。ねえ、ねえ、半分ちょっと出ちゃった。あー、惜しいちょっと出ちゃったからじゃないの、これ 0.1% 足りなかったね。あとちょっと、あとちょっと。はい、2回目。なんかいきなりね、めちゃくちゃ惜しかっためちゃくちゃ惜しかった。これね、あるぞ。 49.9 対 49.9。 同じポイントあるぞ。よし、今回こそ真ん中しっかり塗っていこうかなと思います。さっきちょっとだけはみ出ちゃったのかな、うちのチームが。ちょっとはみ出ちゃったんだよね。で、時間もなかったから塗り直すこともできなかったので、頑張りましょう。とりあえず頑張りましょう。ねえ、ヒレオさん、ここ塗れてないぞ。ヒレオさん、ここ、ほら、ほら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 。ほら、濡れてなかった、今。ヒデオさん。あはは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 。何やってんだ、あいつ。何やってんだよ。腹いせか？僕のが塗るのうまいな。もうなんかみんな塗るのうまいな。完璧じゃね？あとど真ん中だな。どうすれば真ん中に近づくか、どういう線を引くかで決まってくるから。これでいいんじゃない？最後、ここ、ペチペチで。あ、ちょっと出た。え、どうだろう、どうだろう、これ。塗り残しはなさそう。あー、また 0.1! まあ、あとちょっとだ。はい、3回目。3回目のマテガイ放水路です。よろしくお願いします。見て。全然できなくて。てか、あと一歩でヒデオさん落ち込んでる。大丈夫か？元気出して。引き分けできなかった。あはははは、ずっと落ち込んでね。ね、大丈夫だよ。次こそね、次こそ引き分け狙えるからね。綺麗。待って、めっちゃ綺麗。
めっちゃ綺麗、ここ。すごい。さっきまでさ、ずっとさ、ピンクチームが多いから、ちょっと気持ち多めで塗ってもいいと思うんだよね。だからまあ、少し超えちゃうと思うんだけど、どうだろう？ヒロさんどう？ちょっとここ汚いけどさ、気持ち多めでいくわ。もしかしたらいけるかもしれない。ナイス、いくぞ！今回引き分けいくぞ、3回目にして。なんかちょっとひん曲がってる気がする。ああ、今度あっちがちょっと多かった！今日は引き分けを狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ステージをね、変更しまして、なめろう金属のステージでやっていこうと思います。実は、こっちのステージも引き分け狙えるんじゃないかなと思って、あの真ん中がね、すごい簡単なの。ちょっとみんなに見せられたらいいなと思って。ちょっと、見てください。ひるおさん、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 見て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 。引き分けしたいんだけどさ、ここど真ん中良くない？ちょうど良くない？ね、いいよね。こっちにしよっか。あ、激しい、激しい。さっきより、さっきより激しい。僕ね、お腹すいた。食べてるやん。どう？みんなちゃんと塗ってるか？塗り残しないか？塗り残し警察が来ちゃうぞ。大丈夫か？ちゃんと塗れてるかね？こっちは？あ、大丈夫。よし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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。マジでいい感じ。おい、これあるぞ、引き分け。こんな簡単な引き分けない。すげえ簡単にいける。皆さん、ここの角っちょお願い。お願い、角っちょ。ちょっと、出てる、うちのチーム。あ、うまい、うまい、うまい、調整うますぎる。調整がうますぎるぞ。きょ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 。真ん中うますぎないこれ。浮きたべ、これ。浮きたよ。ちょっと強いてならここピンクなの気になるけどさ。あ、治った、治った来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 た、うまい、うまいえ、ヒルさん投げないで投げ、ダメ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 投げないで投げないでこれ引き分けいけるブルブルしてるあ、すごい綺麗綺麗めっちゃ綺麗あーめっちゃ惜しいなんでなんか引き分けにならないんだけど。はい、なめろう2回目で、全体的には5回目となります。なかなか、みんな頑張ってるんですけど、引き分けにはならず。多分、マテガイより、ナメロウの方が、個人的には、いいと思います。ただ、ちょっと塗り残しがあんのかな ?50% までいかなかったから。もしかしたら、本当に塗り残しが見えないとこあったんだろうね。よし。よし、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 どう？ヒラさん。どう？どういう、いい感じね。さっきの綺麗だったと思うけど。いや、どうだろうな。5回目。あ、うまい、うまい、綺麗、綺麗、綺麗。めっちゃ綺麗だよ。なんで全然濡れてないの？ふねちゃん、塗るの下手っぴだな。はい、6回目。全体的に6回目です。だんだん疲れが出てきました。もう20分以上塗り続けてます。あー、疲れた。頑張って、これから塗っていけ。やんないだよ、もう悲しい。どう、ヒレオさん、これ。いいよね。綺麗。6回目いけるかな？うわー！足りない！ 1% 足りない！あとちょっと。はい、ラストにしましょう。もう、引き分けは、全然できないんですけど、ラストチャンス。ラストチャンスで頑張りましょう。7回目。ちょっと疲れも出てきましたが、はい。今度はね、どうしようかな。俺たちならやれる。俺たちならやれるぞ。今までどんくらい頑張ってきたと思っている。水にも落ちたし、塗りも全然できなかった時もあるし、なんか塗りすぎてテロってなった時もあるけど、俺たちならいける。僕が引き分けにさせます。僕に任せてください。
き分けにならなかったらうなちゃんのせいです。よし頑張るんだ俺たちは。なにひでおさん、なに、なにひでおさん、ひでおさん、ひでおさん、うなちゃん僕がここ塗りたい。塗っちゃダメ、僕が塗るから。ひでおさん最後ひでおくんやめてダメねえ、最後俺たちは終わらせるんだ、しっかりと。ねえ、いくら塗り返せるからってねえ、それはダメだよ、ひでおさん、やめてやめて。そこは僕が塗るとこなの、塗っちゃダメ。塗り残しないかだけが気になるな、確認できてないんだよね、そこだけなんだよね、あとね、確認だけ。あ、10秒。めっちゃ綺麗じゃね？めっちゃ綺麗じゃね？おい、おい、ひろさんやめるんだ！ダメだ！さあ、最後めっちゃ綺麗だよ！いけ！あー！引き分けー！あはい、よろしくお願いします。本日ですね、マヒマヒリゾート&スパを 100% 塗る企画、ステージの最後のポイントを 100% 塗る企画にして、全面塗っていきたいと思うんですけど、ですね、ステージを変えました。その前は、あそこ、どこだっけ？あそこ。そう、天美術大学でやってたんですけど、本日からこの、マヒマヒリゾート&スパ、ここ狭いし 100% 塗るの簡単かなと思ったので、塗っていけたらいいなって思います。唯一、この高台だけ登れないんですよね。ここの高台。で、この高台登れないので、相手陣地の高台は、頑張ってボムとか投げて、塗っていこうかなと思ってます。ちょっと先に、相手陣地の高台から塗りに行きましょう。はい、相手チームが跳ねてるところ、ここで、まあ、こういう感じの塗り方になっちゃうけど、狭いから、塗れるかなっていう作戦ですね。で、ちなみにこの相手に、ボムを投げとくと、やられに来てくれる。で、やられたインクで塗ってくれるの。見て。ほらほらこれ良くない？相手チームも協力してくれてるのよ。で、これやれば 100% いけんじゃないかなっていう、大作戦でございます。皆さん、どう今回の大作戦？なんかさ、スプラトゥーンってさ、1% 消えるよね。1、2% ぐらい。それが気になりすぎて、100% 企画なんか、やりたいなと思って。で、多分、相手チームにね、0.2% 入るんですけど、こういう、スポンジがね、そういうのに入ってるんじゃないかなって、ポイントに入ってるのかなって俺は思ってる。完璧か？おしょ、いきなり 100% いくか？これ。モヒモヒリゾートいいね。やりやすい。オッケー。相手チームどうだ？一応ボム投げとくか。これ。一応。いけるか？あ、綺麗綺麗、いけるか？あ、0% だった相手99.6! 0.4 どこ行った？一体 0.4% どこ行ったんだ？皆さん、すごい報告があります。前回、天美術大学でやったときは、100% 企画の、最高が、97. なんか2点ちょっとなくなっちゃったんですけど、今回 99.6%。これちょっと可能性あるんじゃないですか？ひでおさんは、どこかな？ここだ！はい、2回目よろしくお願いします。マヒマヒリゾート&スパ。なんか、天美術大学より、マヒマヒの方が、可能性あるんだけど。99.6 で普通にすごくね？あ、やばい、落ちちゃう。あー、危ない落ちるとこだった。え、あと 0.4%。塗り残しがないように塗るだけでしょ？さっきより気をつければ、100じゃね？いけるぞ、これなんか。マヒマヒなら。すごい！いける気がする。濡れ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 。はい。はい、オッケーオッケーオッケー、ナイス。あっち側、あっち側。あっち側を
この子たちで。相手チームのこの子たちありがとうね。インクの糧になってくれてありがとうね。まだでも濡れてないとこあると思うから。あー、オッケーオッケーオッケー、そこね。オッケー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 。ナイス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 。あー、オッケー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 。オッケーオッケー。はい、ボム、はい。あ、よし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 。はい。はい、オッケーオッケーオッケー。皆さん、ついに救世主、ヒレオさんに来てもらいました。さっきまでは、イカちゃんと俺で塗ってたんですけど、ヒレオさん、ヒーローとして来ていただいたので、次こそ 100% 狙えるかなと思います。ズンズンチャ、ズンズンチャ、ズンズンチャ、ズンズンチャ。僕の名前は、ヒレオ。みんなのアイドル、ヒレオ。僕は、妖精なんかじゃない。よー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 。はい、3回目。なんか3回目なのに 99.8% を叩き出してるから、なんかいける気がしか、いける気しかしない。塗って、塗って、塗りまくる。たくさん塗った方が勝ち。おう、ヒレオさん。あ、それ、すごい。待って。食アンダー使えるの、ヒレオさん。ちょっとさ、ヒロさん、ちょっと塗ってきてほしいとこがあるから、ちょっと来てくれないか？僕これよくわかってないんですけど、どうしたらいいんですか？ルール聞いてなかったんですよ。敵陣地をさ、相手でこう、塗ってるのよ。こうやって。ヒロさん。よかったら、食アンダーで、ここ塗ってきてくれない？そう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 。行ってきて行ってきて。そう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 、ヒロさん、そうそうそう。いや、ナイスナイスナイス。あ、終わっちゃった。早い早いよ、ヒロさん。早いよ。大丈夫だろ、こうやって塗れば。だって、敵のイカちゃんが邪魔で塗れなかったんですよ。キーンとか言って。邪魔されたんですよ、僕は。僕は邪魔されたんです。やばいぞ、時間なくなってきたぞ。やばいぞ。壁もしっかり、壁もしっかり塗ろう、壁も。どうした？どうした、ヒロさん。これ塗れないんですよ。これ塗れないんです、これ。これが残ってんですよ。無理無理、それは無理無理無理。それは無理だよ。どう頑張っても無理だよ、それは。お姉ちゃん、これ。これ塗れない、塗れない、塗れない。これ黄色、黄色、黄色、黄色。これだってこれ塗れないと 100% ならないんですけど、これのせいで。無理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 。あ、いいね、ヒロさんパワー。あ？え？0.2 パー下がった。はい、4回目。よろしくお願いします、4回目。うねちゃんの撮影するのに、協力して、夜ご飯食べてないんですけど。みんなうねちゃんを怒っていいよ。だって僕食べてないんですから。ヒレオさんを呼んだら、0.2% 下がりました。ヒーローとして呼んだのに、まさかの、なんか、ポイント下がるっていう。これはどういうことでしょうか？彼がサボっていたのでしょうか？塗って、塗って、たくさん塗った方がガチンチンチーン。あ、ヒロさん塗りに来て、ここ。あま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 あ、塗ってくれるなら、塗ってくれるならいい、塗ってくれるならいい。しかもなんかやられたのは俺だけなんだけど。これ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 、ここ塗って、ここ塗って。ここ塗れないんですよ、これ。すごいね、9番ボムの塗りが。あ、ヒレオさん、ここ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 。ヒレオさん、ここ塗れてない。ここ、ちっちゃう！危ない！あ、そう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 、ナイス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 。いいね。危ないって。危ない。おい、掃除じゃないんだから。俺をゴミとして扱うな。イエーイ、僕じゃ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 。お、いいじゃん。綺麗に塗って、あー！いけるか？なんか行きそうなんですけど。ヒレオさんはどこかな？ここ。はい、5回目ですね。
はい、今度はうちのチームが塗っていこうかなと。で、一応スクイックリに来ました。よっしょ、塗りたいんだけどね、ちょっと待って。ギレオさんがなんか書いてる。これはね、チ。チンだろ。チン。あ、これギレオさんがうなちゃんって書いてくれてる。お、嬉しい。ありがとう、なんか。消したくないね。せっかく書いてもらったやつ。うなちゃんは、チンチン。ちょっと荒らさない、なんか落書きしてるんですけど、いっぱい。なんかいっぱい書いてる。うなちんちん。うなちんちん。ね、100% ね、なにこれ。なにこれ、チン？あー、ダメ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 ！チンまでにして、せめて。ダメダメダメ、チンまで、危なかった今。ダメだよ、ひよさん。物好きな男の子がよ、思春期の。頭かしげてる場合じゃないよ。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。わかんない、わかんない。僕わかんない、わかんない、わかんない。ちょっと待って、スクイックリ全然塗れない。ねえ、売れ売れ売れ、あー、入りちゃなっちゃった。ああ、なんだこれ。ああ、ぐっちゃぐちゃや。また0.1! ああ、今度あっちがちょっと多かった！ああ、めっちゃ惜しい！こんにちは、ひろさん。こんにちは。本日はですね、この、なめろう金属というステージで、引き分けを狙って塗っていこうかなと思います。第1弾はね、実はやりまして、やったことがあって、不可能だったんですよね。難しくて、諦めました。なので、第2回は、諦めずに、引き分け狙っていこうかなと思います。で、協力してくれるのはもう、ひでおさんの相手チームがね、協力してくれるみたいなので。はい、頑張って塗っていきましょう。すでにもうみんな塗ってるんだけどさ。やだやだやだ、僕引き分けやだ、僕引き分けやだ、やだやだやだ。このね、右側を全部とりあえず塗って、隙間があると、これ引き分け絶対できないから、隙間塗りましょう。ここね、念のため壁も塗っとく。念のためね。塗りポイントになるかわかんないけど、念のため。念にやね、もう。にゃん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 、にゃらにゃらにゃん、にゃらにゃらにゃん、にゃん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 。これ塗り残し大丈夫？ここ塗り残しない？大丈夫か。大丈夫、大丈夫。こっち、下は大丈夫だな。あったあった、今あったあったあった、いっぱいある、いっぱいある。ここもある、ここもある。すごい塗り残しがある。確認しないとやばいね。塗り残しあったら、100% ならないよ。100% ならないと、引き分けもならないよ。あと真ん中ですね、ここの真ん中。ここが中央のラインなので、まあ、うまいこと線が引ければいいんだよ。やん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 塗り残し、やん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 塗り残し、やん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 塗り残し、あー！これなんか変じゃないこれ。お、あ、うまい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 ヒレオ、ヒレオさんやっぱうまい塗るの。これやっぱ中央に持っていかないといけないので、ちょっとなんか黄色の方が多いイメージが。え、違うよ。違うよ、なちゃん、それやっちゃダメだよ。なちゃんやっちゃダメだって。ああ、ダメダメよ、ボムとか投げちゃダメだよ。ダメダメダメ。オッケー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 。とりあえず第1回目。お、綺麗じゃん。いけるか？ああ、0.1! 0.1! 惜しい。やっぱちょっと黄色の方が多かったか、これでも。はい、2回目よろしくお願いします。なめろう金属。さっき惜しかったな。本当にさっき惜しかったな。もうちょい、うちのチームが塗れればって感じだね。なんて言っ
ね、隙間をね、作らないようにするって結構神経使うんですよ。ピチ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 このバルーンの下もさ、しっかり塗らない。これね。しっかり塗らないと。で、このブロックもちゃんと塗っとかないとね。さっき戻ったら塗り残しあったから、塗り残し最後に確認しないとな。先ほどここが全然濡れてなかったので、ちゃんと確認しに来ました。でも、いい感じだね。バルーンの下も一応塗っといて、しっかり塗っといて。塗って、塗って、塗りまくる。たくさん塗った方が勝ち。皆さん、ここの線難しいわ。ありがとう、ありがとう。さっき気持ち的には、ヒロさんのチームが多かったので、まあ、ちょっと、こっちが、ちょっと多くなるぐらいでいいかもしれない。これだわ。来たこれ。うますぎ！ヒロさんチェックお願いします。どうでしょうか？ねえ、何やってんの？うねちゃん最低だよ、それは。やっちゃいけないんだよ。喜んでんのかな？いい感じだぞ、いい感じ。あ、これいい感じらしい。いけるいける、ひろきいける、ひろよさんチェック完璧だ。OK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 。あとマジで塗り残しな。真ん中めっちゃ綺麗なんだけど。ほら。ナイス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 。いけるぞ。ここでいけるぞ。どう？またまたちょっと違う。あー、惜しい。はい、3回目。3回目の引き分け、狙っていきましょう。ちょっと武器変えました。ローラーを持ってきて、ヒデさんもローラー持ってきたね。ちょっと真ん中の線引くのにね、ローラーが一番いいかなと思ったので、武器を変えていきました。ヒデさん、ここの線をうまく引きた。これ、あ、いい、うま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 い。これ、並んでいけばさ、ほら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 、お、どうどうどう、うまくね？え、僕の線引くの？おーい！汚いな！何やってんの、ヒレオさん！もう一回もう一回。ヒレオさんが汚します、なんか。ちょっと真ん中の線うまく引きたいのに。ねえ、うなちゃんが下手なの。ねえ、もうはみ出してる！やんないで、うなちゃんが下手なの、これ。これむずいよな。ちょっとオレンジが多くなってる気がするな。ねえ。ねえ、汚い！あ、ごめん、なんかちょっと出ちゃった。ねえ。ちょっと。なんか殴られたんだけど。全然足りない。なんか全然足りてない。あ、4回目です。忘れてたけど、4回目です。なんかうちのチームの数字が消えたんですけど、どこ行っちゃったんですかね。僕思ったんですよ。これカーリングで塗ればいいんじゃないかって。え？危ない。カーリングで塗ったの？やってみるか。おー、あーごめんごめん、ヒレさん、俺下手だ。カーリング。カーリング下手くそだ。うなちゃん、早く。あの、ローラーのこの調整楽しいかもしれない。ほら。出てる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 、ちょっと出てる。あー、ちょっと出ちゃった。あーごめんね、ヒレさん。ちょっと出ちゃった。これ直せるか？ちょっと、やばい、ここごめん、ここ、やばい、ここやばい。うなちゃんが悪いんだよ、ちょっと出るから。うわ、ちょっと汚い。あー、ちょっと汚い。これ、これ、ちょっと汚い。ちょっと汚いけど、なんか逆にいいかもしれん。曲がってるな。あー、惜しい。あ、5回目です。5回目。あれ、ヒロさん何で持ってきたのそれ。ジムワイパーをで塗ってる。ジムワイパー持ってきてるぞ。ジムワイパーで塗ってくれてる。こうしっかり塗る。ナイスナイスナイス。あ、うまいうまいうまい。あ、うまいうまい。これいいじゃんいいじゃんいいじゃん。うまいうまいうまい。うまいぞ、ヒロさん。
っちゃダメなの。ちょっと。いいじゃん、ちょっと見に行っただけで。塗り残しあるかもしれないじゃん、こことか。ほら。このバルーンの下とか、ヒレオさん塗った方がいいんじゃない？違う、ここ塗って、ここ。お、ヒレオさんちょっと来てよ。え？え？ちょっと？おい。おいおい、やめろ。荒らすな、荒らすな。どうせ塗るから。せっかく汚くなっちゃった。あ、でもいいじゃん。やっと塗ってくれたよ。荒らしたんじゃないです。うなちゃんを読んだだけです。意外と真ん中とかにも残ってたりするんですよね。大丈夫ですか？大丈夫そうだな。バカバカバカ、来るな。危険だよ、来ちゃう。ちょっとなんだ、ここまで来てる。危険。こんなとこまで来ちゃって。あーなんか、荒れてるし。まっすぐじゃね？え、めっちゃまっすぐじゃね？あ、惜しい。あ、何回目？ 6 回目？ピカピカ、ピカチュウ。なんかまた武器変えた？また武器変えた。ジェットスイーパーじゃん。いろんな武器持ってくるね。綺麗だったよね。おい、やめろ。濡れなくなってるから。すげえ飛ぶやん。結局ここ塗られたし。あの、当たり前のように塗らないでもらっていいですか？うちのジグを。当たり前のように塗らないでもらっていいですかね？ヒレオさん。ちょっと。大変なんだねー。やられちゃったんですけど。なんか僕いつも悪者扱いなんですけど。オッケー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 。いや、明らかにこっちのが少し多く膨らんでるもんね、そこね。いけ！なんで少し多めにしてんのに負けてるんだ。7回目ぐらい。普通に縄張りで塗ってるだけなんです。神経使うので。濡れてないとこ探さなきゃいけないので、疲れてきました。僕は真面目に塗ってるのに、うなちゃんは不真面目になっていく。また新しい武器持ってきてる。傘だ、今度傘。傘、あ、俺傘で使ったの？うまいな。ね、ここのさ、このタペストリーの奥も塗れるぞ。これ知らなかったわ。もしやあっちのチーム塗ってるのか？見に行こう。ちょっとタペストリー見に来ました。こんにちは、タペストリーちょっと見に来ました。このタペストリーの間、これ濡れてますかね？ここも濡れるんですよ、ここ。よかったら、ぜひ塗って。違う。俺そういうつもりで。邪魔しに来たわけじゃないから。皆さん、俺邪魔しに来たわけじゃないから、ここ。見に来た。ちょっとじゃあ、ナウナちゃん。君は邪魔だ。がっつり塗り残しあるんだけど。こういうのだよ。こういうの。ここでいい。ヒレオがちょっとね、邪魔してくるから、これ少し多めでいい。あえての。邪魔してないんですけど。いつも負けてるからね。ポイントでね。帳尻合わせよ。あえての少し多め。これが一番いいんじゃない？僕映ってんですけど。ちょっと今度は塗りすぎた。塗りすぎちゃった。ほら、多いじゃん、うなちゃんの方が。あ、濡れた。ちょ、時間ない。切るよ。ちょ。これ濡れ、なんか来てる。ちょ、何やってんの？ほら、やめろ！ギリギリ危ない！何やってんの？ああ！ちょっと出てたい？あ、でもお互い少し出てる。意外といける。一番欲しい！一番欲しかった！なんでこれが一番欲しいんだ？